次は僕が作った曲で、消しゴムという曲です。この曲は珍しく実話を元にして作られています。聴いてください。電車の座席で本を読んでいたら、隣の乗客覗いてうなずく。その次の駅でその人は降りた。降りるとき札束を僕に渡した。少ないがこれで消しゴム買って仕事に役立ててと言って電車降りた。少ないがこれで消しゴム買って仕事に役立ててと言って電車降りた。名前も告げずに大金を手渡し、男は何を僕に期待したのか。僕に足りないのは人生の消しゴム。そのことをあの人は伝えたかったのか。次の朝のニュース、死んだ記事が載った。次の朝のニュース、あの駅前で飲みすぎた男が死んだ。